どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、ちょっとガジェット雑談をしていこうと思うんですけども、今日はですね、スマートウォッチについてのね、お話をしていきたいと思っております。この秋ですね、まあ新しいスマートウォッチが、まあ、続々とね、出てくるということで、まあそのうちの一つですね、特に注目しているスマートウォッチについて、今日はね、お話をしてみようかなと思っております。で、今回ですね、お話ししていくのがですね、まあもうすでにね、海外の方で発表がされているモデルとなっておりまして、こちら、ギャラクシーウォッチ5っていうね、スマートウォッチをちょっと詳しくですね、見ていこうかなと思っております。ギャラクシーウォッチ5に関しては、まだ日本国内でね、正式発表がされていない状態なので、まあ、本当に細かいところまで分かってる状態ではないんですけども、先日ですね、8月の中旬に行われました、まあ、ギャラクシーアンパックドの方で、まあ、正式ね、海外の方では発表がされております。で、一応ざっくり言うと、今回ですね、ギャラクシーウォッチ5は、通常のギャラクシーウォッチ5のモデルと、ギャラクシーウォッチ5プロ、プロモデルが出るということになってます。まあ、その2つの、ね、種類で、まあ、バンドとかをカスタマイズしたりとか、あとはですね、サイズの違いもあるっていうところですね。そんな感じの展開になっております。で、大きくですね、まあ、今回のギャラクシーウォッチ5の、まあ、ポイントをね、まとめると3つポイントがあると思ってます。まず1つが、これ昨年もそうだったんですけども、まあ、Google と連携している OS が入っているということで、Google の Play Store すら入ってます。なので、アプリの追加とかですね、Google マップを使ったりとか、そういうことも対応していると。なので、まあ、カスタマイズ性がね、比較的高いスマートウォッチになっているというところで、今回ですね、特に、まあ、一番気になっているのがですね、ディスプレイの強度が上がってるっていうことです。はい。で、今はですね、気に入ってつけているこちらのファーウェイの Watch GT3 Pro、 こちらなんで気に入ってるのかっていうと、ディスプレイの強度がめっちゃ強いからです。サファイアガラスが使われてます。で、今回のですね、ギャラクシーウォッチ5もですね、前回のゴリラガラスよりもですね、耐久性の高いサファイアガラスが使われてるということです。なので、まあ、擦り傷とかね、傷に対する耐性が、まあ、かなり向上してるんじゃないかなと思います。これかなり嬉しいところで、実はですね、昨年のギャラクシーウォッチ4に関してもですね、まあ、購入してからしばらく使ってたんですけども、傷ついてます。はい。まあ、フィルムとかね、対策しなかった自分が悪いんですけども、普通に使ってて、やっぱりどこかにちょっとぶつかったりとかして、擦り傷ついちゃってますので、まあ、そういったね、悲しいことになりにくいんじゃないかなと思います。はい。これすごい期待してるところですね。で、ちなみに今、現状ですね、ファーウェイウォッチ GT3 Pro、もうね、ずっと購入してからつけててですね、1ヶ月ぐらいずっとつけっぱなしなんですけども、傷全くついてないです。結構ぶつけてます。普通にね、ラフに使ってるんですけど、傷1個もついてないので、そのぐらいの耐久性がね、多分あるんじゃないかなっていうところで、そこすごい期待してます。で、もう一つがですね、ギャラクシーウォッチシリーズ、まあ、特に昨年のギャラクシーウォッチ4に関しても、バッテリーの持ちは正直そんな良くなかったんですよね。まあ、1日2日ぐらいかなっていうところのバッテリー持ちになってますので、まあ、アップルウォッチに近い感覚の、まあ、使用感になっています。で、今回はですね、特にこのギャラクシーウォッチ5プロのモデルがですね、バッテリーの容量がかなり大きくなってます。一応ですね、スペックですね、4と比べてなんですけども、一応サイズは大きい方のね、44mm で見ていきますと、ギャラクシーウォッチ4の、バッテリー容量が 361mAh でした。で、同じくですね、 44mm のギャラクシーウォッチ5のバッテリーの容量がですね、 410mAh となってますので、まあ、ちょっとね、バッテリーの容量自体が増えております。約 50mAh ほどですね、バッテリーの容量が増えてます。で、びっくりなのがですね、このギャラクシーウォッチ5プロがですね、なんとこのバッテリーの容量が590mAh らしいです。はい。めちゃめちゃ多くないですか？590ですよ。なので、ギャラクシーウォッチ4通常モデルと比べるとですね、ギャラクシーウォッチ5プロの場合は、229mAh バッテリーの容量が多いということになります。はい。なので、まあ、スマートウォッチ、まあ、1個分近くぐらいですかね、バッテリーの容量が多いというところになるので、これだとですね、まあ、3日4日とかは多分持つんじゃないかなっていうぐらいの、ちょっと期待ができるんですよ。はい。で、やっぱり1日2日で切れてしまうバッテリーだと、まあ、充電するときに、やっぱりお風呂から上がったら必ず充電するっていうルーティーンの中に入れないといけなくなるので、まあ、ちょっとそこがね、例えばそのルーティーンがちょっとでも崩れたら、バッテリーのね、ことを気にしないといけなくなるっていうね、状態になるんですけど、これだけのバッテリー容量があってですね、まあ、3日とか普通に使って持つのであれば、
まあ1日2日、まあちょっと出張とか旅行に行くっていう時に、まあバッテリーのこと気にせず使えるんじゃないかなっていうところです。まあ実際にどれだけ持つのかっていうところはね、ちょっと使ってみてっていうところになるんですけど、容量自体は確実に大きいので、まあ結構バッテリーの持ちはこれまで以上にですね、期待ができるんじゃないかなと。思ってます。はい、どんぐらい持つかな。ほんと3日4日ね持ってくれれば、まあ、正直十分なんですよね。うん、3日、いや1週間とか持ってほしいですけど、まあ、それはちょっとね厳しいと思うので3日4日ね行ってほしいですよね。ということでですね、ちょっと公式ページをね、見ていこうと思うんですけど、一応こちらがですね公式ページになってます。これはですね海外のグローバルのね、Galaxy Watch 5の公式ページを、まあ、Google 翻訳で日本語に、翻訳しているものになります。はい、ちょっとね概要を見ていきたいと思います。はい、まあ、もちろん睡眠の追跡ができますよとか、健康とウェルネスのモニタリングですね、できますよと。で、13% 大きいバッテリーですよと。これは昨年モデルと比べて、Galaxy Watch 5の通常モデルが、13% 大きいですよということですね。で、毎日の健康目標のためのスマートウォッチ、まあ、このあたりはまあ普通なんですけども、24時間いつでも健康状態をチェックしましょうよということですね。夜でも、はい、こんな感じで睡眠を測れますよということですね。睡眠追跡はね、まあできないスマートウォッチの方が少ないと思いますけども、まあ精度高くね睡眠を追跡していくことができると。で、いびきを検出したりとか、睡眠の種類もしっかりと、表していきますよと。覚醒状態、浅い眠り、深い眠り、レム睡眠ですね、この辺を追跡してくれますと。サムスンバイオアクティブセンサー、生体電気インピーダンス分析センサー、電気心拍センサーですね、光学式心拍センサーの3つの健康センサーを効果的に制御しますということです。で、もちろんね歩数もこんな感じで測ることができます。はい、これはまあ当然ですね。で、ワークアウトの種類はですね、90種類以上ということですね。はい、まあ十分なワークアウトの種類があると思います。で、バッテリーがですね、こちら最大 45% の充電を30分で行うことができるということです。まあ、0% になっても、まあバッテリーね、30分充電すれば 45% までいきますよということですね。前のモデルよりも大きいバッテリーと、さらに高速充電によって、まあ、すぐに使用できますということです。まあ、充電の速度も上がっているということですね。はい、でこれですよね、サファイアクリスタルディスプレイのご紹介と書いてますが、今回の Galaxy Watch はですね、1.6 倍の高度を持つ、プレミアムサファイアクリスタルで作られているということです。これどういうことなんですかね。 1.6 倍っていうのは、Galaxy Watch 4のゴリラガラスと比べて 1.6 倍なのか、それとも一般的なサファイアガラスのディスプレイと比べて 1.6 倍なのか、まあ、この解釈によって結構変わってくると思うんですけども、どうなんでしょう。ちょっと19と20ってとこ見てみましょうか。あ、Galaxy Watch 4と比較した場合ってね、19番に書いてますね。なんでさすがに普通のサファイアガラスよりも 1.6 倍っていうことではないみたいですけども、まあ、ディスプレイの高度は前のモデルと比べても確実に上がってるということです。で、耐水性ももちろんありますよということで、まあ、水泳とかでね、使ってももちろん大丈夫だと思いますので、まあ、水に濡れてしまっても大丈夫ということです。あとはですね、以前の Galaxy Watch 4のデータを保持しますと書いてます。データをね、共通のものを使えるということですね。はい、デザインに関しては、まあ、非常にね、スリムというか、シンプルなデザインかなと思います。丸型のスマートウォッチになっていて、まあ、ボタンが上下に2個ついていると。回転ベゼルとか、そういったものは今回はついてないですね。はい、スリムな、シンプルなデザインというところです。で、ウォッチフェイスに関しては、まあ、いろいろね、このアニメーションがあるウォッチフェイスとかもこんな感じで選んでいくことができますけども、まあ、カスタマイズ性は非常に高いので、まあ、ここにある以外にもですね、いろんなかっこいいウォッチフェイスとかを選んでいくこともできるようになっております。で、バンドですね。バンドの種類もですね、結構たくさんあるみたいなので、購入時点はどれか一つのバンドを選ぶことになると思いますけども、まあ、後から、まあ、バンドをですね、変えていくなんていう楽しみもあるのかなと思います。で、色は今回はですね、黒と銀と、ピンクゴールドと、サファイアですね。この4つのカラー展開があるみたいです。どれかな？結構この色もかっこいいと思うんですけど、ブラックも悪くないしな。購入する場合結構ね迷うことになりそうですね。はい、はい、で思い通りにということで、まあ、組み合わせがね書かれておりますね。はい、でですね、比較表がね出ているので、まあ、ちょっと軽く見ていこうと思うんですけど、まあ、Galaxy Watch 5 Pro ですね、こちらは、グレーチタンとブラックチタンっていうね、2種類になっております。通常の Galaxy Watch 5が、まあ、黒鉛って書いてますけど、まあ、ブラックと、銀と、ピンクゴールドっていうね3色ですね。で、大きい方と小さい方があるということです。
で、Galaxy Watch 5 Pro は 45mm なので、まあ、一番ね、サイズが大きいということです。で、重さに関しては、Pro は 46.5g とありますので、まあ、結構正直、重量級だと思います。はい。特に、Galaxy Watch 5の小さい方と比べると、20g 近くですね、18g ぐらいですかね、重さに差がありますので、この辺のね、重量感っていうのは結構違いがあります。ただ、個人的に結構ですね、時計って結構ごついやつが好きなので、このぐらいの重さだったら全然個人的には、許容範囲かなと思ってます。で、素材がですね、ウォッチ5がアーマーアルミニウムとなってます。で、プロがですね、チタンですね。なので、プロに関しては素材がチタンで画面はサファイアクリスタルなので、まあ、最強の、耐久性があるのかなと思います。はい。で、ウォッチ4ですね。こちらは画面が、高認度ゴリラガラスと DX プラスと書いてます。で、素材がアーマーアルミニウム。で、こちらのね、ディスプレイ、ゴリラガラスは、やっぱ傷つきました。はい。なので、今回ね、サファイアクリスタルの耐久性が非常に楽しみですね。で、バッテリー容量はこんな感じで、まあ、プロが、一番ね、大きいバッテリー容量になっております。はい。で、まあ、機能的なところで言うと、ワークアウトの経路指定、トラックバックというのが、プロだけになっておりますね。この耐久性のスペック的にはですね、5同士では変わりはなし。で、急速充電は、今回の5はどちらも対応。4は非対応でしたということです。はい。まあ、ざっと見てみた感じ、こんな感じですね。で、これはもう正直ですね、間違いなくね、買います。で、どれを購入するのか。はい。もうこの時点でね、皆さんお気づきかもしれないですけども、これね、Galaxy Watch 5 Pro ですね。これを、まあ、日本で、予約開始になったら、予約して購入していきたいと思ってます。はい。今までの Galaxy Watch シリーズで気になっていた、このバッテリーのところと耐久性のところですね。ここが改善されてるので、結構これは長く使えるスマートウォッチになってるんじゃないかなと思います。で、あとですね、メインで使ってるスマートフォンが、この Galaxy のスマホの場合ですね、カメラのリモート操作ができたりとか、スマートフォンで映している映像をね、ここで確認できたりとかね、するんですよ。要は iPhone と Apple Watch でカメラを連携していて、リモートでね、確認するっていうのができるように、Galaxy でもそれができるので、まあ、その辺の連携とかもですね、やっぱり非常に使いやすいものになってますので、正直これかなり期待してます。590mAh で実際バッテリー持ち何日いくのか、ここがね、すごい気になるところです。はい、ということで今日はこんな感じですね。まあちょっとガジェット雑談ということで、Galaxy Watch 5と Galaxy Watch 5 Pro についてですね、チェックしてみました。こちらですね、まあおそらく、まあ、今月、来月ぐらいにはですね、出てくると思いますので、こちらも購入して、レビューしていきたいと思っております。ということで、今日はこんな感じで以上になります。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。